ホルヘガルバホサことホルヘガルバホサチャパールフニオールはスペインの元プロバスケットボール選手マドリード県トレホンでアルドス出身ポジションはパワーフォワードセンターニックネームはガルボ207センチメートル111キログラムラプターズ入団1年目のガルバホサ1995年国内リーグのタウグレスビトリアでプロデビュー2000年 セリエイのベネトンパルダカネストロトレビーゾン2席。2001年と2003年にはオールスターに出場、ユーロリーグファーストチームにも選ばれた。2004年、帰国し、ウニカハマラガでプレー。2005年にはコパデルレイ初優勝に貢献し、MVP に輝いた。2005から06シーズンのリーガアッコブ初優勝にも貢献。ファイナル MVP を獲得した。2006年、 NBA トロントラプターズに入団。NBA オールルーキーチームに選ばれる活躍を見せ、2シーズンプレーした。2008年、ロシアバスケットボールスーパーリーグのヒムキビンシーへ移籍。その後スペインに戻り、2012年に現役から退いた。2000年8月20日の対フランス戦で代表デビュー。2000年2004年五輪、2008年、 2002年2006年世界選手権にも出場。2006年世界選手権では初優勝に貢献し、ベスト5にも選ばれた。ありがとうございます。